はい、こんばんは、森岸です。11月26日、京都のメインは土曜日ですね。京都2歳ステークス、こちらの見解を早速行っていきたいと思います。はい、正直ですね、この10頭の中から来年のクラシックで勝ち負けをする馬はいるのかなと、どうだろうという一戦ですね。本命はですね、3番のカデナ、この馬にしました。毎回上がり最速なんですね。で、まあ、それも結構、見た目にも強烈な足を使ってるなという一頭ですね。まあ、前走の100日総特別は、まあ、位置取りの差と考えればですね、ここではまあ軸という意味では決め手は1番というふうに思います。相手ですね、10番のベストアプローチ、この馬にしました。まあ、前走はですね、余裕のある勝ち方ができたと。でもお父さんニューアプローチ、イギリスダービー勝ってる馬ですね。で、確か3着以下が、ないような馬だったと思うんですけども、まあちょっと切れ味というよりは、どちらかというとパワー型なのかなという気はするんですけども、前走の内容からですね、一度使われてどうかなという意味で思い切って対抗という感じにしてみました。で、3番と2番、ダロンディスタンス、この馬はですね、大型馬、500キロを超える大型馬ですね。まあ、勝ちっぷりに余裕があったというわけではないんですけども、大きな馬で使われて、まあ、どう変わってくるかという期待も込めてですね、3番手をカットしました。で、以下9番のバナヘイムですね。初戦は、本当に持ったままだったので、ね、おーっと思ったんですけど、ちょっとやっぱりですね、前走簡単に負けてしまって、しかも初戦で負かした相手がやはり勝ち上がっていないっていうのはですね、厳しいかなという気がするんですよね。そういう意味で、まあ相手までかなと。で、8番のプラチナボイス、この馬がまあそのバナヘイムをまあ任しているわけなんですけども、北海道の2戦を見るとですね、軽い馬が合ってるんだろうなと。で、まあ、その証拠に京都の未勝利勝ちが時計も早いですしね、まあ、エンパイアメーカーにマンハッタンカフェ、ちょっとどういうタイプになっていくのかなという意味で非常に興味がありますね。こういうちょっとサンデー系ばかりでない血統っていうのがですね、お父さんがちょっと面白いなというふうに見ています。馬券はカデナから入りたいと思います。毎回ですね、すごくいい足を使って、軸には最適だと思いますね。前走も位置取りの差だけというふうに考えています。対抗は余力ある勝ちっぷりですね、ベストアプローチで、まあ、大型馬の2戦目でダノンディスタンスで、以下バナヘイム、プラチナボイスまでかなと思います。まあ、10頭立てなんで穴っていうのは特別ですね、いないかなと。まあ、ベストアプローチあたりが人気薄かなって気がするんですけども、なので、馬券は馬連10倍以上つくものはワイドといういつもの買い方でいきたいなと思います。予想が参考になった、面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録等していただけますと励みになりますので、応援よろしくお願いいたします。では、京都2歳ステークスの見解については以上となります。